地球上の誰かがふと思ったのだ。みんなの命を守らねばと。何様のつもりだ、この化け物！だから人間どもは好きになれん。最後に開き直るのなら、初めから飾らねばよい。環境保護も、すべては人間を目安とした歪なものばかりだ。なぜそれを認めようとはせん。人間一種の繁栄よりも生物全体を考える。そうしてこそ万物の霊長だ。正義のためとほざく貴様ら人間、これ以上の正義がどこにあるか。人間どもこそ地球を蝕む寄生虫。人間どもよ、裁きの時を待つがよい。死にたいって考えたことある？なんで？全部俺のせいなんだ。俺が母さんとの約束破ったから。俺が面倒くさいって。待てよ。じゃあお前は何のために戦ってるんだ？知れたこと。私の戦う意義はただ己のためのみだ。自分のためだけだと。そうだ。お前の欲望が誰も傷つけないという理想であるのなら好きにするがいい。ただしそれが本当にお前自身の欲望ならばな。今夜は本当のことを話してやろう。人を殺すのは人じゃない、化け物だよ。戦争は化け物、国も化け物、欲も化け物。意味なんてねえよ。勝とうが負けようが、何を守ろうが、何を失おうが、戦に意味なんてねえ。憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。痛みを伴うもの。痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。いいか、この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、あそこももう終わりだぜ。現実を見ろ。俺を覚えているか。俺はコンフリックス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。立て、外へ出ろ。何でも。アマテラス。 Yeah!